ジェラセ・リーグ阪神 2-1 中日、13日、甲子園今季初登板の中日、ジャリエル・ロドリゲス投手、24、が、7回西から、四球から同点にされる、痛恨の1失点でマウンドを降りた。立ち上がりから150キロ超のストレートとカットボール、縦のスライダーを駆使。時には腕を下げてサイド気味に投げるなど、持ち味を発揮。2回を除き走者を出しながらも、要所を締め、6回までは無失点を続けた。しかし、7回西から代打、原口を四球で歩かせ、代走、熊谷に2盗を許した。金本にはスライダーを中前へ弾き返され1から1の同点に。113球。6回に、3投げて7安打1失点、3奪三振でベンチへ下がった。昨年8月に支配下登録されて3勝をマークした右腕。今月24日には、キューバ代表の一員として、東京五輪米国大陸予選に参加するため、一時チームを離れる。この大会で1位通過なら五輪出場を決定。2から3位なら、最終予選へもつれ込む。海外へ行くまではドラゴンズに貢献したい。1位通過で決まれば、日本に早く戻れる。そうなるように頑張るよと話していたが、今季初勝利はならず、なんとか勝っている状態でマウンドを降りたかった。最後、2アウトからの失点は、とても悔しいよと唇を噛んだ。報知新聞社、関連記事から、試合詳細、阪神、中日、13日から、中日、木下拓也が2戦連発、後ろの打者につなげる気持ちで打席に入ったから、中日、今季5度目のドロー与田剛監督、ガーバーを起用しているのはこっち。福は、次回抑えてくれるでしょうから、中日、小笠原慎之介6回5安打3失点、初回に球数を使いすぎたから、中日、木下拓也が、西勇を狙い撃ち初球シュートを3号にラン。